太鼓出てきた。どうもおはようございます。こんにちはです。というわけで今回はスイッチ版の太鼓で双打ちをやっていきたいと思います。まあ動画では結構双打ちやってるんですけど、超簡単に説明すると、2つの太鼓を1人で遊ぶというやり方になっています。基本的にはそれぞれの太鼓を片手で演奏することになるので、超忙しいです。というわけで今回は恋の裏譜面で双打ちやっていきたいと思います。実はこの恋の裏譜面って双打ち専用の譜面なんですね。だから双打ちをするにはもってこいの譜面になってます。というわけでノリノリで叩いていきましょう。やばい、尺がね。というわけで左 1P を普通、右を難しいにしてやってみたいと思います。左右で難易度が分かれているのでこっちの方が難しいんじゃないかなっていうふうに思います。いくぞ。さあやっていきましょう。双打ち 1P 普通、 2P 難しい、やっていきましょう。うわ、バラバラだ。めっちゃバラバラじゃん。待って、大丈夫かこれ。 OK。 やっぱ難しいの方が譜面が忙しいかな。わあ、バラバラ。オッケー、ナイス。やばい。普段使わない脳を使うから結構神経張るな。ここむずくない？ちょっと待って。え、あ、これむずい。連打。危ない。待って、ごっちゃになってる、連打、これ入んねー。繋がってるよ。これワンチャンフルコンある、危ない。いける。もうなんで今絶対いけたし、マジかー、バッカ野郎。でも双打ちくっそ面白い。めっちゃ楽しいじゃん双打ち。定期的にやりたいですねこれ。